どこにいようと、戦争は終わらないのね。指揮官、ドイツラント級装甲艦3番艦、アドミラル・グラーフ・シュペイ、着任した。鉄血海軍、ドイツラント級装甲艦3番艦、アドミラル・グラーフ・シュペイ、ロイヤルの巡洋艦の攻撃を受け、モンテビデオ港に逃げ込んだが、最後は自沈した。指揮官、今度は最後まで、戦い抜くよ。あなたのために、最後まで戦うよ。勝利の確率はいくら低かろうと、戦場には向かうよ。そう振る舞った方が、人間に憧れられるから。戦いは殺戮のためにあらず、勝利のためである。初戦が最後になるなんて、私たち鉄血にとっては、別に珍しくないよ。みんなとおしゃべり、か。いつも一人だから、みんなの前では何を話すべきか。今日の天気は晴れ？うん。ラプラタ沖のあの時のようにね。指揮官、この手で抱きしめてもいい？どんな任務だろうと、下された以上遂行する必要があるのよ。あの時の私と違って、任務はちゃんとこなせたのね。この手紙は、よかった。レナウンとは関係なくて。指揮官、母校が封鎖されていないことを確認したよね。委託が完了した？じゃあ奇襲されなかったってことね。よかった。これが、力。鉄血の尊厳と利益のために、さらなる栄光を。この勝利はいつまで続くものか。負けたか。まだだ。まだ終わらないよ。大切なもののために。もう少し持ちこたえたら。どんな指揮官だろうと、グラフシュペイは従うのみ。ずっと一人で、後悔して、戦闘して、沈没して、こんな私でも、鉄血海軍に貢献したのだろうか。この手は勝利をつかむため。大切な人を二度と抱きしめられなくても、仕方のないことよ。指揮官、今度は一人で沈むのではなく、あなたと一緒に最後を迎えられる？いくら戦っても、心の隙間を埋められない。その原因は、あなたなの？あなたを抱きしめられなくても、あなたが私を抱きしめられるのね。ねえ、指揮官。もう少し、もう少しでいいから、このまま私を抱きしめていて。